幻覚細胞の構造。カプセル、胸膜、EN、セルオール、細胞壁、EN、プラズマメンブレン、細胞膜、EN、サイタプラザム、細胞質、EN、ライベソムズ、リボソーム、EN、プラスミド、プラスミド、ピリ、線毛、バクテリアルフレジェリム、新生細菌弁毛、EN、ニュークリード、カクサマタイコノズは、 グラム陽性菌を表しているので、外膜はない。胸膜は一部の新生細菌が持つ細胞壁の外側に位置する皮膜状の構造物。細菌が分泌したゲル状の粘質物が細胞表面にほぼ均一な厚さで層をなしたものである。白血球による食作用などの宿主の免疫機構によって排除されることを回避する役割を持ち、 病原菌の病原性に関与している。胸膜及び類似の構造物1、胸膜、ほぼ均一な厚みで周囲との境界が明瞭。2、粘液層、不定形で、境界不明瞭。3、バイオフィルム、物体表面に層を形成し、複数の菌が内部で生存。胸膜は、ドイツ語のカプセルに対する訳語である。膜という名称がついているが、細胞膜や、 角膜などのような細胞組織学的な膜ではなく、高分子からなるゲル状の粘質物が、菌体表面にほぼ均一な厚さで付着してできた層状の部分である。細菌によっては、この層の部分と菌の周囲との境界線が明瞭になり、光学顕微強化で、あたかも菌体の周囲にもう一層の膜を持っているように見えるものがあり、このような場合、この層状の部分を鏡膜と呼ぶ。 一方、金によっては分泌された粘湿物と周囲の境界が不明瞭で形状も一定でないものがあり、このような場合には粘液層と呼ばれるが、形態上の違いを除けば本質的にはほぼ同様のものである。また、これらと類似したものとして他にバイオフィルムが知られている。分泌した大量の粘湿物によって複数の金体を追い包み、また、 物体の表面に強く付着して増殖生存のための場を作り上げたものである。胸膜は一部の細菌だけが作り出す構造物であり、菌種あるいは菌種によってそれを産生するかどうかが異なる。すなわち、同種の菌であっても胸膜を作る菌種と作らない菌種とが存在する。また、同じ胸膜を作る菌種であっても培養や 生育の条件によっては胸膜を形成しない場合がある。一般に病原細菌の場合、動物に感染した時には胸膜を形成するが、そこから分離して純粋培養すると形成しなくなることは珍しくない。また、培養した菌に熱処理などを行うと、大部分の胸膜は比較的容易に分解され、内部の菌体が露出する。このことは、 細菌の抗原系を決定する際に利用されるが、大腸菌の A 型胸膜のように耐熱性の胸膜も一部には存在する。胸膜の厚さは菌種によって様々であり、光学顕微鏡下での観察が可能な厚いものから電子顕微鏡でないと観察できない薄いものまでが知られている。胸膜は菌体によって分泌された浸水性の高い鉱分子で構成される。 ほとんどの菌の場合、多糖類から構成されるが、炭素菌に代表されるバシラス属細菌は、ポリペプチドからなる鏡膜を持つ。多糖類からなる鏡膜では、ウロン酸やグルクロン酸など、菌体や細胞壁には含まれない糖類を含むものも多い。代表的なものとして、肺炎肝菌のグルクロン酸鏡膜、可能連鎖球菌のヒアルロン酸鏡膜や、髄膜炎菌のシアル酸鏡膜、 炭素菌のポリディグルタミン酸胸膜などがある。これらの鉱分子が菌体外に分泌された後、その表面に付着している場合がほとんどであるが、中には可能連鎖球菌のヒアルロン酸胸膜のように、細胞壁の構成成分であるペプチドグリカンと共有結合している場合もある。多糖類は、タンパク質に比べると劣るものの、抗原として認識されて、 特異的な抗体の酸性を誘導し得る性質を持つ。このため、胸膜には、それを構成する、多頭類に由来して、菌体そのものの表面とは異なる抗原性が存在する。細菌表面の抗原分子と同様、胸膜抗原の抗原性も、また菌種によって違いがあるため、この違いを利用して、同一の種に属する細菌をさらに細かく分類する、ことが可能である。 これらの抗原性の違いを利用した分類は、血清型と呼ばれる。胸膜抗原による血清型分類は、腸内細菌化やビブリオ属などのグラム、陰性肝菌で品用されており、一般に、蛍抗原と呼ばれる。例えば2006年現在、大腸菌では約100種類、クレブシエラでは86種類、腸炎ビブリオでは75種類の蛍抗原が見つかっており、 それぞれの禁種ごとに K、K1、K2、K3 という形でナンバリングして分類されている。結清型による分類では、これに他の抗原分子による分類と組み合わせて、大腸菌 O4、K12、H5 のような形で表記される。K 抗原を持たない禁種については、大腸菌 O157、H7 のように、K 抗原は表記されない。K 抗原以外にも、 強毒性のチフス菌に見られるシックス抗原など、胸膜に由来する抗原分子がある。軽抗原やシックス抗原などを持つ、胸膜を有する菌種では、しばしば外膜抗原である、黄抗原に対する抗血性との反応性が失われる。胸膜は細胞の最も外側に位置する構造体であるため、これによって、筋体表面の黄抗原が覆われてしまうからである。菌体を、 熱や固定剤で処理して、胸膜を破壊すると、黄黄源が露出して、その抗原性を調べることが可能となる。胸膜は、宿主となる動物の体内にその細菌が感染した時、宿主の免疫機構によって排除されることから逃れる役割を担っている。このため、胸膜を持つ菌は、胸膜を持たない菌と比較すると、宿主の生体内で増殖しやすく、 抗病原性であることが一般的である。例えば、チフス菌の胸膜由来の抗原である、シックス抗原を有する菌種は、持たない菌種よりも毒性が強い。このことから、強毒性を意味する、ベララントから、シックス抗原という名前が用いられるようになった。また、胸膜を失った炭素菌は、病原性が低下することから、動物用の製菌ワクチンに利用されている。 胸膜による免疫機構の回避は、白血球やマクルファージなどの食細胞による鈍色から逃れやすくなるためである。この理由はまだよくわかっていないが、胸膜を構成する高分子が浸水性であること、表面が負の電化を帯びていることで、食細胞から認識されにくくなるためだという説がある。またこれ以外の免疫回避機構として、 金体表面への補体の結合を抑制することで、補体による殺菌を回避することが知られている。鏡膜の部分は光の屈折率が周囲と異なるため、特に厚いものの場合は、光学顕微強化で直接観察することも可能である。よりよく観察するためには、木重染色に代表されるネガティブ染色法で、金体の周囲を染色し、染色されにくい。 鏡膜部分が透明に見えるのを観察するか、あるいは皮膚の鏡膜染色法などを用いて、鏡膜部分を近体よりも淡い色調に染色して、観察する。また鏡膜に対する抗体を反応させると、抗体が結合することによって光くし設率が高くなる結果、鏡膜が膨れたように見えて観察が容易になる。これを防火反応と呼び、この方法によって、 通常では見づらい鏡膜を光学顕微強化で観察することも可能である。ありがとうございます。